道南の乙部町では今月に入って道路脇の斜面を歩く熊の姿が10日続けて目撃されました。草をかき分けて何かを探しているようにも見えます。今年も熊が出没する時期となり、専門家が注意を呼びかけています。冬眠から明けて、雪解けの早いような斜面で、餌を探しているんだろうと思いますけれども、人の生活圏の近くでもありますし、やはり地域の方たちの安全を考えると、ああいった場所で、連日行動されているのはあまりこう、管理上良くないことかなとは思いますね。はい、こうした人里近くに出没する熊を今後どのように管理していくのか、道は今日有識者から意見を聞く検討会を開きました。会議では2022年度末で熊の推定個体数がおよそ1万2000頭と30年前の 2.3 倍に急増していることが報告されました。一方で熊の捕獲数が今年度の1月末時点で1356頭とすでに過去最多を更新。専門家からは早急な対策を求める声が聞かれました。かなり切迫した状況であることは間違いありませんので、できる限り速やかにですね、まずは増加を止めて管理計画の見直しなどもですね、同時に急ピッチで進めていかなければならないと。近年相次ぐ人里近くでの熊の出没や若手ハンターの育成を目的に、今月から札幌市内でも春季管理捕獲が始まりました。道は今後、人里に近づく問題個体だけではなく、熊の個体数そのものを減らしていく方向で検討を進めています。従来の問題個体に着目した管理だけではなくて、個体数調整にも踏み込んだ管理が必要ではないかということをまず提案させていただきました。市町村や実施したハンターさんたちの意見も踏まえながら、今後どのように進めていくか、また改めて検討していきたいと思ってます。道は国がヒグマを指定管理鳥獣に追加することを受け、エリアごとの捕獲対策や市町村との連携など対策を検討していて、5月に再度有識者会議を開くことにしています。